バレーリアン・ミナエビチバ・バクラゼは、グルジア・ソビエト社会主義共和国の政治家。1901年9月18日、ロシア帝国クタイス・ケンセバで、チアトゥラのマンガン鉱山で働く父と、貧しい農夫の母との間に生まれた。8歳から3年間だけ村の学校に通い、11歳から自活して働き始めた。1911年には、チフリス楽器工場で、 翌1912年から1921年まで、チフリスで働き、同年2月の赤軍のグルジア侵攻に際しては、赤軍の側について、カヘ壁と、ヘブスレティで戦った。同年に、赤軍第11軍機兵旅団のボリシェビキ組織に加盟し、1923年2月には、グルジア共産党中央委員会の指令に基づいて、ドゥシェティ軍で、反革命勢力の総統を主導。 翌1924年の反革命8月放棄の鎮圧も指導した。同年末に一時モスクワへ赴き、グルジア社会主義ソビエト共和国に帰還した後も、バザレティとドゥシェティの同組織で活動を続けた。グルジア共産党中央委先導、大衆宣伝部部長にもなり、1924年には、トーム・フラニ・チクイ、初期、1926年には、ドゥシェティ責任初期、 1928年から翌1929年8月までは、中央委農村部教官、1930年まで、カヘティ地区委所期を務めている。地区の解体後は1930年から翌1931年まで、再度モスクワで、全連邦共産党中央委付属マルクスレーニン、主義コース、ついで投資コースに学んだ。 1934年6月4日から翌1935年1月5日までは、チフリスシソビエト執行委議長。1934年12月30日から1937年7月まで、グルジア共産党中央委、第2初期、1942年から翌1943年まで、ザカフカース戦線第46軍事ソビエトメンバー。 1937年7月から1946年12月まで、グルジア共和国人民委員会議及び閣僚、会議議長、同月から1952年4月6日まで、副議長、1947年から1954年4月6日まで、食品産業省、同日から翌1953年4月15日まで、閣僚会議第1副議長、 同日から9月21日まで再度議長を歴任。その他にも、連邦共産党ザカフカース地方委メンバー、第1期から第3期までの連邦最高会議大議員、連邦共産党第18回、第19回大会出席者、第1期から第3期までのクルジア共和国最高会議大議員、全グルジア中央執行委幹部会メンバー、傾工業、 食品産業省などを務め、1934年12月30日から1953年9月20日までは、グルジア共産党中央委局員、1939年3月21日から1954年3月2日までは、連邦共産党中央委員候補でもあった。1971年4月3日、69歳で死去した。ありがとうございます。